わあ、すごい満月だ。綺麗だな。あれ、なんか満月見てると体がおかしくなってきた。もしかして狼になっちゃうのかも。狼になるかと思ったらノコノコになっちゃったよ。あんなとこにムーンがある。こんにちは、ツチノコです。さあ、キノコ王国でね、ちょっと3時間ぐらい、ムーンとローカルコインを集めてたんですけど、ちょっとね、ちょっとだんだん、見つかりにくくなってきたので、一旦ね、帽子の国で、今度はね、探索していこうかなと思います。なんか、初めて来た時と違うぞ、あそこにムーンもあるし。さあ、今回もしっかりとね、探索していきたいかなと思います。よし、ローカルコインも集めていくよ。おお、ちゃんと、ローカルコインが復活してるね。キャプチャー、あー、カエルにキャプチャーできて、あそこ行きたいけどどうしたらいいんだろう。あ、パタクリか。パタクリがいる。よし、これでパタクリになって、あぶねえ、今飲まれるとこだった。さて、あ、壊れる。ヒップアタックで壊れた。ほほー、何が入ってんだろう。ムーンが入ってんのかな。え消えたんだけど。わお、美しい。とんでもない破裂をしてしまったぜ。パワームーンがたくさん出てきた。あれは月から降ってきた石だったんだね。え、あ、何これ。パワームーンがさらに増えたってこと。帽子の国、何個あるんだろう。31個、これで増えたってことか。じゃあなるべくちょっと全部見つけていきたいかなと思います。あの光はムーンの光じゃないこれ。あ、違った。ねえ、今感染した行っちまったかと思ったぞ。あ、パワーを止めてムーンゲットずっと投げ続けたらよかったんだ。イエーイ、雲に沈んだ船の上ゲッツ。さて、あ、コインもあるぞ。よし、おっと、ここにもローカルコインゲット。わお、ムーンもあるぜ。そのままある。イエーイ、メガネ橋のたもとにて。じゃあちょっと上の方行こうか。上の方行けなかった上は飛べないんだった、そういえば。ちょっと戻るか。あれ、ちょっと待って、こっち側にあるな。バッテンのとこ行くかなんか突き刺さっちゃったバッテンのとこを見に行ってみよう。音符もあるぞ、結構あるわ。はいはいはい、はいよ、だかー、よし、パワームーンゲット。パワームーン集めるぜ。クマの上でアンパ集め。とりあえずこう印してくれるのは嬉しいな。よっしゃー、ザクラ看板に乗っかって。あ、ウサギちゃんがいる。よっしゃーはいよ、広場で捕まえた、ピョン。あ、なんか光ってる何が移動してやがるんだ、あれ。移動してやがるしかも結構なスピードだぞ、あれ。ちょっとまあ後にしとくか。今パタクリが今いないんでね、こっち側も行っとこう。イエイ、どっか入り口があったはずなんだけど。え、こんなとこにあったっけ、こんなの。わお、何ここ、くる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 何だこれ。あ、ムーンがあったムーンがあった死んだわ。これ絶対くるくる回んなきゃダメなのかな。あー、もう勝手に回るパターンか。
あ、よかった取れた。ひたすら転がった先、もう一個あるんだよねきっとね。危ない危ない、スレ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 、コインよりも先になるべく先に進めるように。多分ムーンあるでしょ最後に。あー怖っ、あったあったあった、オッケー、転がって転がって。お、ローカルコインがあるぞここに。ほほう、あ、この下なんか眠ってるっぽい。ほい、やった。比較的難易度低いね。熊に沈んだ足元に、そしてここも入っていくぜ。おう、あ、なるほど、チビムーンを集めていく感じね。あ、カエルになった方が楽。すげえな久しぶりのジャンプ力そして死にはしないんだ。そして落ちていく。これどこ行ったらいいんだろう。うわー、すごい高いぞこれ。はい、えい、えい、これ下に落ちたら厄介だな。安全に行こう、安全に。よし、オッケーオッケーオッケー。さあちょっと全体を見たいね。あー、あそこにローカルコインがある。あそこにムーンがある。一旦、あー取れない。あ、いけるね。よし取れた。ほい、よし、よっしゃ。結構ギリギリ目だなこれ。はい、いい、オッケー、やりました。こんぐらいかな。おおすげえ、まさかのコインルームがあった。さあこれで大丈夫かな。一応ちょっとムーンの場所チェックしとくか。あれで見るとなんか並んでたりするんだよね。あ、まだまだだ、まだまだあるなこれ。あら、お、ピーチ。まあマリオ、この国に来ていたのね。私はティアラと一緒に世界を回る旅を始めたの。もっと広く世界を見ておきたいと思ったの。ティアラの故郷では皆さん帽子の船に乗っているのね。この場所が私のお気に入り。お気に入りっていうか故郷でしょ。あ、ここの場所ってことか。先ほどパワームーンをいただいたの、旅の役に立ててね。あら、ウィンク、かわいい。帽子の国でピーチ姫、ありがとう。そうだ、恐竜も日向ぼっこするって話は本当なのかしら。お次、恐竜ダイナソーに行くのあ、かわいい。まあ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 、かわいいよ乗るぜとりあえず乗っとけピーチは俺のものだかわいい、このスーツケース何貼ってあるんだろう。あ、ポリーンが貼ってあるまさか僕の元カノを貼るとは。ピーチ、それは一体どういう意味なんだぜさてと、どうしようかな。ローカルコイン集めてからショップは全部コンプさせましょうね。お、なんだこれまた分かりにくいなこれ。なんだこれ、人っぽいけどね全部。あ、青のところにムーンがあると。よし、あとはあっち側だけど、これで行けなかったとこ行くか。よっしゃ、ほら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 、おーい、おい、逃げんなや逃げんなや、頼むから。よし、よっしゃ、雲海の渡り鳥。あ、あの上に
ある。そしてなんかここにもありそうだね。よっしゃ、回したら出てきました。オッケー、帽子のレリーフを回して、いい感じ、いい感じに集まってるぜ。これは見えるんでしょ。ほうほうほう、鍵がある。あ、なるほど。ふう。あっと、そこか。ここは？ほほう。あれは多分取ったと思う。よし。オッケー。帽子の国でチクタクアスレチック。さてと、これでバッテンはこっち側をほぼ取ったね。あ、あそこにローカルコイン発見。ローカルコインも結構いいペースだね。35個。わお。戻させる。え、まさか。はくっそ。ここで一生懸命走れば多分帽子はもらえないもんね。いけいけいけ、よっしゃ、なんとかいけましたね。チクタクアスレチック1。よし、入っちゃおう。ぴょんぴょん。ほう、船がやっと直った。これ競争のやつか。バクラーかけっこだ。いろんな国で走り続ける集まりさ。よし、勝負しよう。一番でゴールしたら優勝だよ。どこなんだろう。ほう、一番最初のとこかこれ。わお、こわキャプチャーしていいんだ。キャプチャーしていいんだったら行くぜ。ショートカットだ。いけ、一直線。ほら、やりました。ちょっとでもギリギリ目だったかも。優勝商品のパワームーンだよ。イエイ。もう一回マスターがあるのかな。新メンバーが加入したよ。よし、勝てるかな。おい、何それ、何その技、やめて。おいおい、早い早い早い、ちょっと早いよ。え、どうしたらいいの。いけ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 。あー、なんで最後。今いけてたのに、最後なんでシップドロップしちゃったかな。よし、いいぞ。
結構早い早い早い。よし、来た来た来た。おっしゃー、勝ちました。幅跳びがすげえ効くね。できたできた。よし、パワーゲット、ラッキー。ここはほほう、このままいっちゃいました。これはなるほどなるほど、ピョコピョコ出る系なるほど。うわっ、ポン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 ねぶねちょい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 、よし。もうここで待ったらいいのか。よし、はい、すいません。ほう、なるほどなるほど、そこじゃない、あぶねえ、よかった。ムーンないよね、コインだけでね。じゃあいいや、無理しない。ちょっと待って、よく見ろ。うん、結構急ぎ目だな。はい、でこうして、うん、これ一旦落ちても大丈夫。あ、ダメか。ちょ怖え怖えわマジで。あー、これ落ちたら下っていうのがすげえきついな。もうでもこれラストだね。あぶねえ、もうあー無理。うわひどすぎる。マジかおい、ほんとにこれどうしたらいいんだろうな。死にはしなかった、そこだけ評価しよう。死んだわ死んだわ。悲しみの向こうへと。なるほど、これでジャンプ。あー、いけたいけた。アムロ、いきます。嘘でしょ、どこダイブしてんだよ。もうやっといけたのに。集中、待て、出てきた瞬間に。ちょっと落ち着け、ちょ落ち着こう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 落ち着いて、あ、落ち着こう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 落ち着けない落ち着けないよ。これね、掴んじゃうとこいったらダメなんでね、掴んじゃダメ、掴んじゃダメなんだ。こういってで、こういって、あ、ダメ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 、変な飛び方しないで、変な飛び方しないで、変な飛び方しないで。いけたえ、ちょっと待って、おい、なんでこういうことやるんだよ。これ途中、あー、よく、よし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 、あー、いけた、よかっためっちゃ時間かかりました。いやー難しい。ふうできたできた。
ところに、あら、キノピオ探検隊隊長あまり月が大きいから近くで見たくて頑張って登ってきました。途中でパワームーン見つけたので持ってってください。イエーイ、やったぜ。こんばんは、キノピオ隊長。あった。よっしゃ大きな帽子のつばの下。ある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 。よし、飛んで飛んで雲の果て。さてと、ここで20個ゲットしてるのか。あとでも10個ぐらいあるんでしょ。そしてローカルコインがもうちょっとなので、クッパのアミーボ使っていきましょう。あそこにムーンあるな。さあ、え中ってこと、これ。ここか、外か、これか。はあなるほど、こんなところがあるこれは気づかなかった。わお、なるほど。うわっ、波のようになってるぜ。危ない。やべ、超ドアップになったわ。こん中にあるんじゃないの。よっしゃ、やりました。毒の波を飛んで、どっかにあるはずだよねきっとね。この下とか超怪しいんだけど。ほら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 、やっぱり。よし、あと4枚。えっ、ちょぶんねえあ、ここなんか取り逃しておる。どこだろう。ああまさかの裏側わーほー、これでローカルコインはコンプですかね。よし、ローカルコインは取れたけど、ムーンはむずいな。ほんとローカルコインはこれで全部購入できるはず。新脂肪シールベタベタに貼るベタベタに貼ることになるな。お買い物のムーンも多分あるはずだな。わーおー、似合う。ブル服も買っとくか。イエイ、カブロンでお買い物。え、10個買うとかあんの。え、買えるのムーン買えるの何個買えるんだよ。あ、いいや、ちょっとこれ抜けてるとこ探していきたいね。残りはあとは7個か。とりあえずあれ上に見えてるの取っていきたいけど、あれ取れるか、あそこ。カエル？カエルで届く？おいしょ。嘘だろ。よし。この上から。うわ、怖っ。よし。届かないよ。あ、コインがある。ロックがある。うわ、あ、届いた船の上でスーパー大ジャンプ。いやー、難しかった。あそこにもあるな。ここにあるんだな、このジャンプ。いけ。うわ、届かねえよおい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 、マジか。コントローラーを振るとハイジャンプ。
お、ちょっと待って、コントローラー、あ、やった、コントローラーを振るとハイジャンプ。説明は見るべきだね。おっしゃ、一応一周はしたからね。あるやんけ、取らせろや。何、パワームーンを守ってるんだ、パタクリボが来ても怖くないね。パタクリボを持ってくればいいの。うーい、パタクリボ怖い。よし、やったぜ、カブロン人当選簿。イエイ。さてと、一緒にそこにいてもらおうか。確か小鳥がいたよね、ここに。これでヒントをもらおうかな。くぐり抜けて毒の波。え、取ったよ。空飛ぶタクシー、カブロンは通過。ちょ待って、アミーボも使っていこう。あれ確か5分に1回ヒントがもらえるんだよね。わお、気をつけて。オッケー。この向こうってこと。前に来たね。まだありそう。 あっちが怪しいね。ちょっと待って。あ、だいたい2回入ってみるのがいいかもね。2つぐらいあるんだな、やっぱり。よしで、オッケーオッケーオッケー、いけた、よかった、取れました。カエル池の隠れ家。こっち側にあるかな。あ、ハハハハハ、よっしゃ。あ、怖え。よかった、いけました。くぐり抜けて毒の波。空飛ぶタクシー、なんだこれ。ここ帰ってきたのか、久しぶり。そうだ、昔キャッピーが隠したお宝って見つけたらもらえる約束だったよね。何それ、なかなか見つかる。どこだろう、積まれた木箱の下、これ積まれた木箱。違う、雲に近い狭い道だっけ、ここじゃない、メガネ橋の上かな、ここでもない、一番大きな丘の上。どう、思い出してきた、ここから月へ歩いて、ここから月へ歩いて、近い、近づいてる、本当これか、思い出した、この辺りだよ。あ、なんかビリビリ言ってる。あー、バームーン、やった。空飛ぶタクシー、カブロンを通過、これがここなんだ。空飛ぶタクシー、どれが空飛ぶタクシー。あ、いるいるいる、ちょっと待って、これが、あ、おい。難しいわ。ムーン降ってきた、なぜ。なぜムーンが、やった。難しいわ。難易度高っ。よし、ふう、ゲットできました。さあ次は、残りは2個だね。ここか、あ、ここっぽい。まだあんのこれ。うわー、僕苦手なとこだなこれ。パームがまだありそう、マジで。ちょっと待って、ヒント、ヒントなしか。どう、あった。うおい。やったー、出っ張り株の隠し穴。よかった、一番最後じゃなかったね。おーい、お待ちしておりました。どれどれ、ほう、
これの写真の謎か。いや他は行けたんだけど、これがちょっと見つかんないっすね。帽子の国で見つけたお宝写真、位置はここを示してて、これがね意味が分かんないな。多分なんかそれぞれの人を表してるんだと思うんだけど、これはちょっと後回しかな。ちょっと悔しいけどマジ見つかんない。結構やってんだけどね。月の国はあの写真以外はクリアできましたね。この国にないのかな。だってあの写真のとこに罰印があるからね。ということで次回は次のとこ行こうか。ボン、よし増えたぞ。新しい商品も増えたみたい。あと15個で何かしらあるのかな。次は滝の国ですね。じゃあ次回は滝の国からスタートしに行きましょう。どんどんシールが貼られてるのが嬉しいね。あれ集めまくったらめっちゃでっかくなるのかな頭。あのバルーンがめっちゃでっかくなるんじゃない。いいね。さあじゃあ次回はこの滝の国ダイナフォーからパワームーンやねローカルコイン全部ねなんとかゲットしていきたいかなと思います。ん、ここでも月の石が光ってる。あー、まずは月の石をゲットするところから次回はスタートですね。よかったらまた次も見てください。そして帽子の国のね最後の一つヒントがあればよろしくお願いします。キノコ王国の絵合わせは口がない、そしてもう一回なんかあるみたいだね。キノコ王国は結構残してるのであそこもまたやらないといけないな。よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。